クレーグ・ウィリアムズは、オーストラリア・メルボルン地区を拠点とする騎手。かつては、デビット・ヘイズ級者の主戦騎手を務めていたが、専属契約を解除している。1977年5月23日、オーストラリア・ウィクトリア州メルボルンに生まれる。父のアラン・ウィリアムズは、騎手で、後に調教師となった。1993年、メルボルン地区で見習い騎手としてデビューする。 三年で見習い期間を終了。二千年、四月にオーストラリアンオークスをグランデシェゾーに帰場して制し、G1 発勝利を挙げる。同年五月に、イギリスへ渡り、ミックチャノン級者の主戦騎手として活躍した。三年間オーストラリアを本拠地としつつ、イギリス、ドバイ、香港を転戦した後、二千二年、二千三年シーズンから二千四年、二千五年シーズンまで、 香港に滞在した。2005年、オーストラリアに帰国。メルボルン地区を拠点とし、デビット・ヘイズ級者の主戦騎手を務めた。デビットはウィリアムズが少年時代に所属騎手となることを夢見た。長教師、コリン・ヘイズの息子にあたる。2005年2006、2006年12月には、第20回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場するために日本を訪れる。 12月2日にゴールデンホイップトロフィーを A シンドオーバーに起乗して制し、中央競馬2戦目で初勝利を挙げた。なお、同シリーズは30ポイントを獲得しご遺体となった。2006年、2007年シーズンも前シーズンに続き、リーディングジョッキーとなる。2007年11月8日に、第21回ワールドスーパージョッキーズシリーズへの出場が発表され、2年連続で、 シリーズに出場。12月1日は初戦こそ D ランクの馬で15頭中14着と出遅れたが、2戦目は C ランクの馬で2着。12月2日は B ランクのシルクドラグーンで1着。最終レースも A ランクの馬で4着とまとめて47ポイントで初優勝を果たした。南半球の国の代表機種が同シリーズを制覇するのは史上初めてであった。年。 2009年、2010年シーズンの途中に、中央競馬の調教師、森秀幸の誘いに応じ、短期免許を取得し、日本で起場。短期免許2日目の2010年5月2日、京都競馬場で行われた、天皇賞で、ジャガーメールに起場し優勝。外国人初の天皇賞優勝機種となった、オーストラリア、イギリス、フランス、日本、香港、アラブ、主張国連邦金額の単位は、 オーストラリアドル。金額の単位は、香港ドル。金額の単位は円。ありがとうございます。